よこれ。はい、今日はね、ちょっと動画をトナラーの動画を作ろうと思うんですけど、いやー気づきだ。どっち左、右と左だ。あのね、トナラー、あの今日の昼間に食らったんだよ、トナラーを。まあ初めて行ってさ、役所だったんだけど、まあそういうのってさ、そういうの、そのいつだかも出したけどさ、要はトナラーの被害に遭わないためにさ、そういう自衛の防あれをやるわけじゃないですか、対策を、防衛を。それやってでも来んだよな、あれら、本当にあいつらね。あの皆さんどうしてます？今日ね、今中目黒でみんなで飯食ってたんだけど、俺は中目黒で飯を食うっていう、駅で食うって言ってても、徒歩何分かかけてもこのガラガラのとこ止めるもん。ダメ、もう本当に嫌だ、もう気狂っちゃう、本当にマジで。だって駅前なんてさ、止めたらさ、まあ高えのもあるけどさ、もうパンパンじゃん。いやマーチとかはさ別に全然いいんだけど、ちっちゃいからね、やっぱ嫌じゃん。え、マーチの方でも気分良くない？やっぱドアパンやられたらで、いやー気づいた。あ、そうだ、ドンピシャだ、そうだ、こっちだ、そう、なんだかねと思っちゃうよね、あのトナラ。やっぱああいう人ってさ、言っても分かんねえんだよね。まあこれから今日その動画出すんですけど、たまたま俺がドンピシャで来たから俺話しかけたのよ。そしたら話が通じねえんだよな。あ、すげえな、このお姉ちゃん。何これ、下着じゃねえか、あれ歩いてんの。そう、話が通じねえんだよ。で、奥さんはすっげえ狭いとこをさ、もう俺が来ちゃってるからさ、もうぶつけないように必死にさ、狭いとこをさ、ねえ、降りてくわけじゃないですか。だから気が利かねえんだよな、こういうやつは、運転手は。普通はさ、先に奥さんを降ろすわけじゃん。まあ彼女か分かんないけど。俺なんかもう、車止めるときはさ、先に降ろすけどね。っていうかさ、これ片子もしかしてだけどさ、下手？え、なんで全部突っ込ましちゃうのこれ。なんだお前このガードマンよ、ひでえなこれ。嘘でしょ、ほら全部突っ込ましちゃってる。いや、まあそれはいいんだけど、で話しかけたんだけど、なんか「え？」みたいなことさ、わざわざこっちの方見に来てさ、「おうおう、すいません」っつってさ、「いやいや別に謝んない」じゃなくて、なんか分かるし俺が言いたいの。だそういうのって言われねえと分かんねえのかなと思ってさ、まして自分の奥さん、彼女だってそんな狭い中降りてるわけじゃん。あ、うぜえなこのカッターの水ね。俺のとは違うなと思ったね。うん、だからどんなに防衛策やっててもさ、もう隣に来られちゃったらもう防ぎようがないよね。まあ多分テロップでもつけると思うけど、まあ、さっきも言ったけど、たまたま来たから俺目の前でずっと見てたんだよ。もうで向こうも「あっ、やべえ」みたいな顔でずっとなんか。まあ運転下手なのは分かんない、見てて。で、ワナンバーだったから。うん。で、ずーっと俺目の前で見ててやってさ、え、どうしよう、どうしようみたいな感じでさ、なんか右往左往してバックすんのに。で、てめえはいいんだよ。広い方だから。あの、広い方だから、車が止まってる方だから、ドアバンって開放して降りれるけどさ、奥さんはすっげえ気まずそうにこっち向いて降りてってさ、いや、ぶつけたら許さないけどね。いや、そういうことじゃん。ねえ。あ、立川か、立川のあのララポートのあれで出したか、最近だと。あとその前の台場か、あ、台場とあれは一緒にくっつけたやつか。うーん、思っちゃうよね。うん、ひどい時はだって駐車場までタクシーで行くからね。てかね、やっぱね、その
気が気じゃない、やっぱ車をあの変なとこに止めると、見えないとこに置くと。うん、セキュリティがさ、これあるんだけど、あるとまあ知ってるか、このパニックモードとかさ、あの場所知らせるモードとかがいろいろあるわけだけど、今日行ったとこで、お最初にさ、セキュリティ反応させるんだけど、それは俺駐車場迷ってさ、俺どうだっけっつってピヨピヨピヨって鳴らして、あこっちかっつって見たら、そいつが来てたから、あいつこの野郎と思って俺小走りで行ってさ、ほんとこういうやつってぶつけて知らん顔して行くから、ほんとにね、思いません？思わない？やっぱああいうのは原則としてさ、鉄則でやっぱ現行犯でとっ捕まえないとさ、ねえ、そのカメラあってもやっぱりもし相手がさガタ食ってきたらやっぱきついからね。いやこれ確かに音鳴ってますけどとか言われてさ、それ前も話したと思うけど、ふう、だ停車中はなんか360度外のが映ればいいよなと思うよ。だって外の手元が映ってれば一番完璧なわけじゃん、ね、音よりさ、ね、その開けたとこ、あのちょっとそれは技術的に難しいかね。まあほら私はね、そのついてないあれがいろいろあるわけですから、その前のオデッセイの時にね、まあ、知らない人のためにももう一度言うけど、市原象の国ですよね、あそこに遊びに行ってわざわざ遠いとこまで止めに行ったの、わざわざだよ。んで帰ってきてさ、駐車場歩いてる時になんかカンナアナウンスが流れてんだよ、何かなと思ってヘッドライト付け忘れかなと思ってさ、ほんでずっと近づいてったらさ、あれなんか裏山から木落ちてきてねと思ってさ、でよーく見てくとさ、あれ俺が止めてるとこだよなと思ってほんでビンゴだよビンゴ笑っちゃったよあれ本当に、おいおい嘘だろと思ったもん、あんな広いね駐車場でピンポイントでなんで俺んとこに裏山から木が腐って倒れて落ちてくんだと思ったもん。うん、まあそれは後日談なんだけど、友達と友達の彼女と俺の彼女は笑いを必死にこらえてたらしくて、笑ったらお前足に殺されるぞって友達が言ってたらしくて、それなと思ったよな、うん、ねえ本当に駐車場って危険がいっぱいだよな。おうすいません、おうはいなんつってさ、こいつ今日のやつ参っちゃうな本当に。まあちょっと話長くなっちゃいましたね。はい、まあそういうことで、ね、ちょっと駐車場本当に危険がいっぱいなんで、まあ、皆さん防衛手段いろいろやってると思うけどね、もうやってもやっぱもうキリがないよね本当に。このセキュリティつけたってさ、その場ではピヨ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 ってなるかもしんないけどさ、結局その場にいなきゃ意味ないし、リモコンに帰ってきたってさ近くなきゃさわかんねえしさね。はい、じゃあそういうことでね、はい、トナラーです。はい、よろしくどうぞ。いや、今気になったから、ちょっと今奥さんも降りてなかったから。
いや別に、いや別にいいんですけど。こんだけ空いてんのになんでわざわざ隣くんだろう。いや思わない。だって入り口あっちなんだよ。顔がもろもろちょんだったね。日本語喋ってたけど、いや思わない。だっていっぱい空いてんだよ。いっぱい空いててなんでわざわざこれ隣くんだろう。